はい、ではですね、ここでは発生メカニズムに関するアイデアの創出の実例ということで話を進めていきたいと思います。はい、でですね、発生メカニズムに関するアイデアの創出について、実例の話をしていくということなんですが、ここでも引き続き住居、家屋の例を用いていこうと思います。で、ここではですね、先ほど、問題を設定して、それをコンフリクトの組み合わせとして、問題を再定義したわけなんですが、その再定義した問題からですね、事実と認められるコンフリクト、これを基地としたんですが、でも一方ですね、事実と認められないコンフリクト、これを仮説としました。それらをですね、分類していくというのがここでの作業になります。でですね、この仮説こそが、皆さんが研究を通じて思いつく可能性のあるアイデアであるということをもう一度ここで強調しておきたいと思います。で、基地のものとはどういうことかということなんですが、これはですね、常識として知られているもの、参考文献で確認できるもの、すでに皆さんの研究室で検証されて、証明されたと判断できるものということになります。一方、仮説なんですが、これはですね、まだ確認されていないということなんですが、特に何かしらのデータを取得して検証しないと、そうとは言えないなと、皆さんが思うものだと理解していただければと思います。でですね、これら整理した結果が、現時点での、あなたの知識によるこの問題の、個人的な意見なんですが、ベストな認識ということになるかなと。研究を進めていく前にですね、このぐらいは情報を整理しておくといいのではないかなという意味で、こういったことを申し上げています。でですね、これ、実際はどうかはわからないんですが、私の考えではですね、基地仮説の判断はこのようになります。地面が土台を保持するんだけど、しかし地面が土台を壊してしまうというのは、当たり前のことなので、基地かなと思うんですが、例えばこの10番、11、12、13、壁が空気を止めると、しかし空気が壁を劣化させるとかですね、このあたりはですね、実際、起きてるんじゃないかなと思うんですけど、どういうふうに起きてるのかっていうのはちょっとわからない。私の想像に過ぎないので、これは仮説だと。実際、例えば酸性雨がコンクリートをちょっと腐食してるとかですね、そういった話はあるんじゃないかなと勝手に思っています。でですね、ここで現時点でのアイディア、仮説の確認なんですが、事実と認められるコンフリクトと事実と認められないコンフリクト、基地と仮説を分類したわけなんですが、それを住居家屋の例に適用した結果ですね、以下の仮説が現段階で立っていると言えると思います。もし住居家屋を導入すると、住居家屋が人を傷つけると。これは、水が壁を劣化させるためである。空気が屋根を劣化させるためである。水が屋根を劣化させるためである。これはもう仮説で、これから検証が必要ですよと。そういったことが、一つの研究の、アイディアというふうに、理解していただければなと思っています。はい、ここでの説明は以上です。